はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今回は久しぶりの、早く来い来いインド映画シリーズ。はい。もう今ね、本当にいきなり2をすっ飛ばしてタイガー3とかですね。なんかもういろんなインド映画が昔と比べて、まあもちろん今のところ RRR みたいな感じでビッグヒットで話題になるっていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、そうは言ってもツインさんがね、頑張ってくれた、他の配給会社も頑張って、なんかポツポツ向こうの話題作がインド映画結構公開されることが、ムト・オドルマン・ハレジャーの時はもうそこから先ちょっと好きな人が見るだけになって DVD が出て、まあその後はなんかそんなにって感じだった。今回ちょっとやっぱ郊外のシネコンでも公開する規模で、うん、増えてきたんですけど、私もキンキンでね、俺たちのサラール、もうなんかね、うん、まあ、もちろん俺たちよりもっとね、インド映画好きな人はもっと情報をキャッチしたと思うんだけど、うん、YouTube 界の中でも、なんかほとんど公開されないインド映画を結構一時期、強力にプッシュしたチャンネルとしては、私たちのチャンネルは結構5本の指に入ると思うんですよ。やるやつがいねえからなっていう、そんな、他にやることがあるっていう。でね、今回、これアメリカの方で7月4日公開が決まったのかな、うん、タイトルもキル、人の名前ですな、やれみたいな感じです。うん、これがね、ちょっとアメリカ版の公開、予告編なのかな、ちょっとそれがアップされましたんで、これもね、ちょっと前にやらなかったんですけど、これもやべえな、この予告編ということで、ちょっと思ったんで、これはぜひ日本で公開してほしいという願いを込めてですね、今回は梅くんとこのね、予告編を一緒に見ようか、みたいな感じの。はい、これ一応どんな話とかってあるんですか？わかんねえ。見よう。おのおの調べていただいて、そこはね、見てみましょう、これなんかね。はい、じゃあカウントダウン行ってみますね。はい、はい、ではいきます。5、4、3、2、1、スタート。しかし、これ絶対あれだよね。なんか、ちょっと血生臭い方のインド映画なんだろう、これね。人がたくさん死ぬタイプの映画ですよね、きっとね。うん、たまたま乗ったやところに、強盗団なのかな、これは、うん。ちょっと小物感がある。テロリストじゃない感じがするよね。そうね。うん。ディッサマー。やらねば。まあ、まあこれはね、おなじみのね主人公超強かったっていう。しゃいやー、やばいね、このキルは。だいたい人の指をさ、使って相手の目にバーンって入れるってあったかな、今の。ないね。いいな、やっぱ、インド映画やっぱね、その、心配しなくていいからいいよね。うん、考えてもやらないやつですよ、あれは。ブレてたじゃん、もう。こうやばいね、キル、やっぱり。どこだ、どこでいる。ダブファミリーやばい、終わり、この映画。いやー、くだらないね、本当にね。いや、最高だね、これね。素晴らしい。これは日本来ねえだろうな。
これダメなやつだな多分な。いや、陰惨なオーバーキルだなこれね。最後何がどうなったあなたの方が教えてくれないかな。まあ CG だけど顔が燃えたとか。絶対死んでるやつ。殺し、愛、家族、名誉、名誉、忠誠心。ダッ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 。最後切るぞ。いやーすげえなー、ノリノリのなんかあのラップみたいな感じになんかね思ってね。まあなんか一瞬ちらっとなんか何コマか出てたけど、まあだから特殊部隊かなんかの男なんでしょうね、もともとね。そうだね、うん、これね、うん、いやーやばい。いや向こうはあのさ、まあ、あのいわゆる見やすいもうサルマン・カーンだったりさ、うん、シャールク・カーンみたいな感じのね、はい、本当に、まああれも爽やか系でいいんだけどさ、うん、やっぱちょっとこの、なんだろう、ブラ、なんかこの赤い照明がきついやつは最高だね、本当に、向こうね。当然、その、いや赤いうちにたくさん人が死んでますから。途中さ、あれだからこの男がやってたでしょ、吊るしたりしてたのって、あれ。多分そうだよね、あれね。だもうプレデターじゃやってることがさ、モニュメントをたくさん作ってこの。このね、ちょっとイケてるヒゲを生やしたのとかバンバン殺してくるんだけどね。何なんだあいつはって。首の骨折りもなかなかちょっといい感じだったから、ね。から、踏みつけて。力押してゴキッて。あれは見たことないね。普通に倒れてるやつに対してやるもんだもんね、踏みつけは。昔はね、様式日としてこうやって、こうやってやればみんな首が折れるっていうような向こうだったんだけどさ。いやー、ちょっともう、やっぱすごいね、インドはね。全然なんか、なんか本当、なんかそのブッダの教えとかってどうなってんだろうって本当思うもんね、なんか。やっぱりね、うん、やっぱちょっと自分たちと同じものを信じられないやつは、もう罰が下るってことなんだろうね、多分インドはね。かつてね、ハヌマーンもね、言ってましたからね、仏様のをないがしろにするやつは死ぬべきだっつって。怖い。まあね、まあ、バーやってましたから。そうだよね。いや、いいね。いや、うす、やっぱね、インド映画、で全然こっち来てないからね、俺たちが好きそうな、今まで何本か紹介したけど、うん、ガナパスとかさ。未来格闘技のやつ、はいはい、も全然来ないしね。今回のタイガー3が奇跡的に公開したじゃないですか、うん、あれどうだったんですかね、どんぐらいだったんだろうね、あれね、あんまりパッとしなかったんじゃないかな、興行成績って。多分すぐブルーレイ出ると思うよ、タイガー。そうね、で、あれもだからさ、ワンツーをさ、配信でやれてなかったのはちょっと辛かったですね、あれね。普通にね、BS かなんかではやってたんだけど、うん、うん、いや、しかも2は初出しが衛星放送でしょ、うん、あれ。そうですよ。1はかつてレンタルしてた。多分、レンタル、ツタヤのレンタルのなんて、郵送で入ってくる。うん、あれで一回、あれ見たんだよ、1はね。ディスカスでぐらいしかもほぼ見れない。で、見て、1だけ見た。で、2は向こうでしか出てなくて、うん、で、3があんのかよと思って、俺、なんか、向こうのインドの DVD 買ったんだもんね、2もね。そうなんですよ。で、ここでね、うん、こんだけね、タイガー楽しみにしてたって言ってた俺がですよ。うん、タイガーね、行けてないんだよね、次。行こうと思ってたらもう終わっちゃってたんだよね。タイガー、いやーちょっと映画館の前通った時に、いやじゃあこっから3時間ちょっと無理だなっていうの、時間とか。とりあえずパンフレットだけ買って、まあどうせ見に行くかなと思って、パンフレットだけ買ってって言ったら、もう終わっちゃってなんか、しまったっていう。ちょっとね、なんかパターンの方が分かんなくても楽しめるって意味では向こうの方が上だったんだよね、うん、タイガー3よりも。タイガー3はね、やっぱりサルマン・カーンとか、うん、まあ、タイガーのやっぱりちょっと見てなくても分かるように作ってあるんだけど、やっぱちょっと見てないと、まあ、言っても3本目だってところですよね。ギター感がねちょっとね薄いんだよね、そういう意味ではね、うんうん、そうか。まあ、ちょっとあれはツインですよね、タイガーは、ね。そうだね、うん。特にサルマン・カーンがどれぐらい好きかっていうのが結構重要なんだよね。それはでかいですな。でかい、巨大なハードルでは結構でかいハードルだと思う。パターンはさ、別にシャーロック・カーンが好きかどうか別として、もうアクションとしては文句なっちゃったじゃん。そうですね。うん。
やっぱタイガー、サルマンカーンさんはね、ちょっとバリバリのコテコテのなんかアクションっていうよりは、うん、どっちかっていうと、やっぱあの人のキャラクターで持ってるとこでかいんだよね。うん、あの人のお姿が見たいみたいな感じのノリ。そうそう、崇めてる感じ。向こうのスターはやっぱ神に近いものがあるからさ、うんうん。向こうのね、なんか街中を、自転車をね、あの SP を連れてこうやってシャーってしてくると、みんな、おーって喜ぶからね。サルマンカーンは、なんか、そういう動画もあるからね、こうやって、うん、あサルマンカーンだーっ て, 言って。古くはやっぱりね、ムトゥの頃のラジニカーンとの向こうのスターぶりみたいなやつを、なんか日本でちょっとね、なんか、やった時とか、ちょっともうえげつなかったですからね、もう。いや、けど、いまだにそれはあるからね、うん、俺が見た動画でも。もうなんか新作の発表はお祭りだからね。まあもちろんお金で集めてる可能性もあるんだけど、配給会社がさ、やれーって言ってたから。何の時だっけ、とんでもないからね、だって。俺なんか X かなんかで共有したと思うんだけど、なんかその映画館の中で爆竹とか打ち上げ花火を映画館の中でその、どっかんどっかんやってるって。俺は、なんだ、テロかなんか起きてるのかなみたいな、ね。起きても分かんないかもしれないな、ね。なんかね、ああ、待って、ね、喜んでんだ、みんなっていう、ね。そう、だって予告編で、何々、2ってくると、ずらーって盛り上がるから。本当に、館内が揺れるって。分かんないけど、見てる俺も見て、この映画ってなるからね、あれね。こんなに喜ぶんだら絶対面白いや、みたいな感じがさ。うん、本当にだから、一大娯楽って。らしいですからね、向こうの人たちからしたら映画っていう、ね、ね、まあ、これからねまたどうなってるか分かんないんだけどさ、うん、いやー本当ね、ただそういうだからタイガーとかさ分かりやすいものだったらなるけど、もうこれはきつい気がするんだよな。キルはね、だけどアメリカは結構こまめにこのクラスのやつは結構公開してんだよね。まあでも KGF やったからな、なくはないか。 KGF だからだいぶクセモンですよあれ。相当くせ者だと思うよ。なんか RRR の熱に浮かされて見に行ったら悪夢を見せられたみたいな感じだったね。ただ、ただなんだこのほとばしる何かをみたいな。さすがに血の雨が降りすぎだからな。なんかもう、なんかもう話がもう目まぐるしく動きすぎて、もう俺は今何を見てるんだっていう、今何層目みたいな感じで。まだ3チャプター3があるからね、だって全然まだ来てないけどさ、情報が、うん、チャプター2見終わった後何だったか分かんないけど、とにかくまあロッキー兄貴が無事だったし、いいやみたいな。なんとかね、ちょっとツインさんまたちょっと頑張っていただいて、うん、いやーちょっとね、いや キルもちょっとやってくれれば俺はね、いや結構喜ぶ人いると思うんだけど、女性がダメだろうなキルは。あんなね、膝立ちで倒れてるやつの男を踏みつけて首を折る映画なんていうのはね、普通受け入れてくれませんよ、この時代に。そんな人吊るしたりとかね。しかもなんか多分被害者なのかな、尋常じゃない乗客が死んでるっぽかったから、ね、すごかった、うん、結局何の話かよくわからないっていうね、横を見ちゃうのとね。綺麗な奥さんとのなんか夫婦の絆はあると思うんだけど、うん、ちょっとそれだけではカバーしきれない陰惨さが感じられるよ、ね。いやちょっとこれは、うん、これは食べます、本当に。はい、まあ、そんな感じで、はい、ツインさんよろしくって話でございます。はい、切る楽しみしてます。はい。いつかな、公開は。2024年、ね、2025年、お正月映画だよね、とても。景気よく。お正月、切る。めでたい。はい、楽しみしてます。はい。ということでね、ぜひぜひ。よろしくお願いいたします。はい。こんな感じでね、やたらと脱線することもありますけど、もう基本的に僕たちはね、本当に映画が好きで喋ってるチャンネルでございます。うん、ね、ぜひね、動画のいいねとチャンネルの登録、何卒よろしくお願いいたします。はい。ということで、うむくん、ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。どうも。